羽生結弦選手の秘密を知ってます僕は。お、それは大スクープではないですか。はい、と羽生くんは今ものすごくけん玉にハマっていて、はい、今もそうなんですけど、アイスショーの練習であのバックステージに戻るとずっとけん玉やってて、で僕も羽生くんの影響でけん玉やったんですけど、はい、あの剣差しっていうんですか、はい、あれ生まれて初めてさっき成功しました。お、先ほどさあの羽生くんに教えてもらって、はい、できる、ありがとうございますできるようになったすごい、だから上手なんですよ。アンケートにも答えていただきまして、ちょっとあの生放送でやっていただこうと思ってですね、はい、こちらにけん玉をご用意したんですが、いいですか、自分のでも、あ、自分のマイケン玉、マイケン玉、マイケン玉、しかもちょっと色がちょっとカメラに映していただくと真っ黒ですね。これなんか一般的なこういうけん玉だとこういうイメージなんですけど、羽生カラーですね、羽生カラー、はい、あの買いました自分色で、はい、じゃあぜひですね、そのけん玉の、あ、緊張する腕前を見せていただきたいと思います。ゆずる頑張っ、ゆずる頑張っ、頑張っ、頑張っ、集中して、はい、できる。おお、素晴らしい。さすが。あれ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 、顔、表情、いや、え、表情、あれそれはなし。あのさっき裏でやってくれた時はもっとドヤ顔だったんですけどね、はあ、あれちょっと足りなかったね、表情がで、いつ頃からけん玉をハマってらっしゃるんですか。1ヶ月前ぐらいですかね、はい、1ヶ月でそんなに上達するものですか。いやでもこれは結構初歩的な技なので。あ、そうだったんですね、はい、他にもいろいろやられたりとか。そうですね、あの東大だとか、まあ本当に剣の、玉の上にこうやって乗せる技だとか、はあ、そういうものは今頑張って練習してます。先ほどあのリンクの上でもスケート靴履いてやられたのを見たんですけど、ね、僕も見ました。見ましたね。ここでもやるかと思ってめっちゃ練習熱心なので、はい、スケートもけん玉も練習熱心ということですね。はい、そんなんでもない。あ、じゃあ